ス志向のスキーヤーに大人気の TC シリーズテクニカルコンペティションモデルです。この LA は僕たちがヒル戦のロングターンで使用するスキーになります。サイズは187センチ、サイドカーブは 24.4 メートルとなります。ユイ選手が使っている182はサイドカーブはいくつになりますか？23メートル、はい、比較的こうロングターンのスキーとしてはサイドカーブがきついタイプになるかと思いますが、その中でも曲がってくるんですけども、スキーが暴れたりしないような工夫をしています。そして昨年から採用してるんですが、表面をフラットにしてサンドイッチ構造にしています。これがやはり足元に雪面からのこう反応を非常にこう感じやすくなっています。なのでハイスピードを求められるロングターンの中では、その足元の感覚が非常につかみやすいので、コントロールしやすくなっていると思います。そして、まあ、昨年も好評だったんですけども、さらにそこからやはりこうもっと走らないか、もっとスキーが抜けないか、そういったことを追求してスキーを作っています。そこを改善して新しくなった、TCLA です。ユイ選手が履いた反応、感想はいかがですか？はい、昨年からすごく前半のスキーのターミナクさが、はい、感じてきてるんですけれども、さらに今年履いてみて思ったことは、スキーがこう軽くなったというか、軽快さがそれにプラスして出てきたかなと。そうだよね、はい、僕もそれは思います。すごい軽くなりましたね、はいはい。でまあ、さらにこう前半からしっかりたわんでくれるので、うん、後半の走りも、うん、しっかりと出てきてるんではないかなと。なるほど、はい、技術戦の種目ではこれを使用したフリーがあると思いますけど、はい、ショートターンとかもすごい意味ではすごいしやすいですよね。そうですね、サイズをターンサイズを変えることが非常にこうコントロールが効いているのでしやすいスキーかと思います。まあ、技術志向の方、まあ、技術性を目指す方のためのロングターンのスキーですけども、まあ、軽量化されたということで、例えば女性の方にも履けると思いますし、ちょっとこの LA 敬遠される方少し多いと思いますけど、はい、ゆいさんが、その辺は自信を持って、ね、はい、おすすめできますよね、はい。182センチってちょっとやっぱ長いので、はい、その部分で女性は割と長さでこうちょっとこう引いてしまうかなと思うんですけど、はい、証明したいと思います。わかりました、はい。大人気の TC シリーズです。今年もすごく、よく仕上がっています。